どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン8、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはアニオタ男さんからのリクエスト、ありがとうございます。三浦大輔選手を作ってください。というわけで頑張っていきましょうか。番長も引退して、ね、もうあの惜しい人が引退したって感じですけど、裏とあの緩急の付け方ったら本当にもうなんかすごいですよね、何より。とりあえず右投げ右打ちの投手、オーバースローかな、オーバースローのストップ20番、でどれがいいかなっていう、あ、どれがいいかな、ないや DNA だ、何を考えてんだ、失礼しました。とりあえず天才カードだな、天才カードと、じゃあラッキートレジャーでワンチャンかけてみますか。すごいあのやつが引けるようにいきます。ただこうカレンさん対策とか一切しないからな、そこはちょっと僕のあの実力でどうにかしなきゃいけないですけど。おっと、進化、あ、進化がもう一段階伸びるだろうというところですね。いきましょう。はい、しょで、これで回復いいね。だとしたらこれ急いで取ることもないと見て、ぐるっと回ってシャッフルして、回復マスが、あ、結果的に、まあ、そこに変わら、位置があんま変わらなかったな。よいしょ。じゃあ、って回復して、プロ入り、やったぜ、やったぜ、引きよ。で、そして、これはラミレス監督じゃないですか。あざっす。ステージは、あ、またボタン押しましたけど、いい加減、プレイステーション4のコントローラーになれなきゃ。すいませんね。ステージ2いきます。お、落ちる球じゃないですか。じゃあ、まずここは、のっ、りのり、やったぜ。おい、逃げ玉、あ、逃げ玉いいな。で、縦すら、なるほど。じゃあ、ここは、よいしょ。赤パネ無地、これが美味しい。のりのり終了。急速アップ。で、さらに回復して、いや、進藤さんに会えるっていうのいいですね。急速アップ、よしよしよし、まんべんなく。おっしゃー、来たー。無地パネ青。おいしい。スタミナもうちょっと欲しいかなっていう気はしますけど、まあここはここら辺取ってぐるっと、で球速140にしときましょう。でシャッフル、意味はないが、まあゴールですわな、ゴール。結構体力使っちゃったな。ムジパネ青でもうちょっと変化球が多かったらな。スローカーブを置いたいんですよ、スローカーブ。やっぱ番長といえばね、そういうスローカーブで、なんていうかこう緩急狂わせる、こうクロードなピッチング、もうクロード好みっていう感じですか。ああいうピッチングを、あ、さまざまに、あ、回復やった、ラッキー。守備じゃない、あ、守備はいらない、別に、うん、あんまこうなんていうか投手能力に反映しづらいのはな、あってもっていう感じするんですよ。シンカーがすごいすごいことになってるな。選手に、あ、いや絶好調だから無理して上行くこともないだろう。はい、じゃあこれでゴール。さあ4号にかけましょう。カーブ、スローカーブ、スローカーブ。お、来た、カーブ系、カーブ系、さあ来い。なんだ、カーブか、残念、スローではなかった。まあでも全然、うん、頑張って、こっからもしかしたら第2変化球かなんか出るかもしれませんから、希望は捨てない。それでもさあ何が来る。制球力超人伝コントロールアップ。カレンさんこれ手が、あー、くそ、2マス差だから全然なんかこう仲間にできそうな感じはしたんですけどね。仲間っていうか助けてくれそうな感じは、まあ、今回は仕方ないな。やっぱりプレイステーション4の画質綺麗だよね、なんて思います。よいしょ、会いに行くか。よいしょ、あー、しまった、シャッフルは無駄だった。あ、結果オーライ。よいしょ、回復して、で会えると。おい、どうも。150キロ行きましたね。変化球伸びないんだな、やっぱり2号じゃないと。ちょっと温存してステージ5にかけますか。ゴール、まあプロ入りカードもありますけど、うん、変化球カードもないで、変化球、お、やった、ラッキートレジャーのこの、あ、あー、あー、取りたいよ。シャッフルやだ、すっごい踏みたくないところでシャッフル踏んじゃったし、あ、結果的に、あ、第2変化球来い。あー、サークルチェンジか、残念。じゃあまず1つ目の宝箱、 S ランクスタミナ、スタミナ S ランクになりました。S ランク超人で引くとはな、やったぜ。じゃあもう一回シャッフルで、さあ、あれ、じゃあもう一回シャッフルでシャッフル連チャン。いやー、無尽蔵のスタミナ、まあ確かにそれはあのその通りですよね。じゃあここはプロ入りカードもありますから安心していきましょう。
ただ野球マン2号が来てほしい。2号制球力もエース、強い、これは強い。あとは、じゃあちょっと選手にも会ってここら辺でぐるぐるしましょうかね。よいしょ、おい、誰だ、ザガースキー、カーブ、よっしゃ、いいぞ、そうやって変化球伸ばしていこうぜ。で、コントロール、いやー、虫歯ねー、あ、回復、やった、さらにまだ伸びる余地はあると。球速ダウンも1、2でさらに伸びる、変化球、よいしょ、さあ、これでどうよ、プロ入りカードあるから、かなり強い選手になったな。うん、よかった、なんか変化量1がないのがでかいね。うん、やったぜ、すごい選手になった。番長、でもカーブ、あー、シンカーの変化量がカーブになればな、よかったんですけど、まあ、一応ね、アップロードしておきます。特殊能力逃げ玉だけなんだ、残念。まあ、でも今回はでもいい感じに選手の能力も上がりましたもんね。ハテナもなんかシャッフルじゃなくて、あの入れ替わりとかがいい感じに曲がりましたから、よかったです。というわけで、じゃあアップロードしておきましょう。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。というわけでね、次回も、見ていただければと思います。気に入っていただけた方はチャンネル登録よろしく。うかでした、またね。おいこれ、あー待て、おい、これ待て、この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 待て